焼きまんじゅう焼きまんじゅう上州、焼きまん菜福まん新じ焼きまんじゅうは、群馬県地方の郷土食の一種。蒸して作ったまんじゅうを竹串に刺し、黒砂糖や水飴で甘くした濃厚な味噌ダレを、裏表に塗って、火にかけ、焦げ目をつけたもので、軽食として好まれる。まんじゅうは、あんこを入れないものが普通に用いられるが、一部に、こしあん入りもある。 焼きたての温かいうちは柔らかいため食べやすいが、冷めると水分が抜けてしまい、噛みちぎれないほど硬くなる。このため、焼きたてで冷め切っていないものが珍重され、お土産用等も、焼く前のものに別にパッケージしたタレを添えて、自宅で焼くことを前提とした形で販売している。期限は、幕末とみられ、前橋橋小説が有力とされているが、他にも伊勢崎市。 沼田市等の店舗が元祖を名乗っており、それぞれ独立した起源であるとする見方もある。そもそも、焼き饅頭は酒を家庭でも作っていた頃の、副産物なので、商売のために誰かが発明したという類のものでは、なさそうである。前橋市の老舗焼き饅頭店当主であった、原島熊蔵はその著書で、自身の二代前にあたる瀬田軍藩、土井村出身の原島類蔵が、 1857年に前橋で売り出したものが創始であるとしているが、沼田市の東宮万重店の創業は1825年ということなので、商売としての創業は東宮万重店の方が古いことになる。群馬県南部では古くからに猛作による陶器の麦作が盛んで、おっきり込みといった麺類や万重類などの小麦粉食品が好まれていた背景がある。 埼玉県の秩父市や長戸路町、栃木県の足利市にまで分布していて、眉や絹織物の生産地と、ほぼ一致することから、繊維関係の商工業者間の交流によって、群馬県近隣地域にも広まったものとみられる。現在、関東地方の祭りなどでは、上州焼き饅頭の名前で露店で見かけることもある。伊勢崎市では、毎年1月11日の初市の日に、 焼きまん祭が開催され、正月の風物詩となっている。その他の地域でも祭りの屋台や夜店で売られることが多く、群馬県民にとっては郷愁を誘う食物である。あん入りのまんじゅうは、焼きまんじゅうとして、邪道か、否かという話題は、群馬県民が焼きまんじゅうを食べるときにしばしば語られる、議論でもあり、あん入り焼きまんじゅうを極度に嫌う向きも、少なくない。地元、 群馬県の有力スーパーマーケットであるベーシアは、地元でイベント、花と緑のシンフォニー群馬2008が開催されることを記念し、上州焼きまんじゅう味コーンスナックを2008年2月4日から発売した。前橋駅や高崎駅などで焼きまんじゅう味のエビセンがお土産として販売されている。2010年6月28日から小池屋は、 原島屋総本家監修の上州焼きまんじゅう味ポテトチップを発売した。群馬県が焼きまんじゅうガイドブックを2009年3月18日に発行。ありがとうございます。